強みと自己模倣、あ、それよいしょ、これ次です。強みと自己模倣の違い、強みと自己模倣、予選落ちと一次予選通過を行ったり来たりする人というのは自己模倣を繰り返していくことがあると言いますが、この自己模倣とは何なのか、もう少し具体的に教えてください。それからその自己模倣ということと、それから自分の強みを生かすということと、その自分が強いと思っているところを伸ばすということと、その自分を真似するということの違いを教えてください。難しいですねこれは難しいですね。意外とその自分の強みと思っているのが意外と強みじゃないことって結構ありますね。それはありますね、はい、自分だけだと結構自分の強みっていうのを発見していくのは結構難しかったりしますよね。なのでその、まあ、編集者さんとかが入って他人の目が入ってきて、あなたはこういうところがいいと思いますっていうのを、まあ、何人かに言ってもらえると、そこが強いのかなっていうふうになるとは思うんですけど、なんかこう応募してこうなんですかね、好評がもらえ、好評が出る出ないぐらいな感じのところで応募っていうのを繰り返している場合は、いろいろ試してみるっていう方が早いのかもしれないですね。強みっていうのはそのこうそうだな、あ、これ結構厳しいこと書いてあるな厳しいこと書いてあるけど、まあいや、繰り返そう。一応僕がこの時に答えたのは、自己模倣っていうのはそので予選を通るか通らないかっていう人が予選を通った時にそれを成功体験だとかに違いしてる。予選をかろうじて 通る程度のそのものってそれ強みじゃないので、なるほど。でそれを強みと思って成功体験だと思って人にちなみ作っているのが自己模倣だと思います。なるほど、それでも確かにそうですね。だからそのデビューしてからその魅了セラーをバンバン出すようになったら真似してもいい、自分の真似ね。なるほど、でも我々ぐらいだと自分の真似してるどこじゃないよね、はい、そうですね。プロの方でもやっぱりあんまり同じことをずっと繰り返してるっていう人はあんまりいない気はしますけどね。ああ、そういう人すぐ消えるよね。消えますよね。なんか同じシリーズでも、例えば新宿ザメシリーズですとかでも毎回大沢先生違うことにトライして挑んでたりしますので、いやだから大沢ありまさらんだよ。なるほど、一流で続ける人ってやっぱ姿勢が一流だったりするからね。